ノートルダム教はフランスのパリ、セーヌ川に架かる橋である。四区のジェスブル橋とコルソ橋を結んでいる。この場所はパリで初めて橋が架けられたところである。その頃はグランポンと呼ばれていた。886年、ノルマン人によるパリの包囲のため橋が使えなくなり、板橋に架け替えられた。この橋はミルブレーの板橋と呼ばれ、1406年の 洪水まで存続した。1443年、シャルル6世の治世下に、初めてノートルダム教と名の付く橋が架けられた。これは、木製の橋で上に60軒の家が建てられていたが、1499年10月28日に、崩壊した。そこで、ジャンジョコンドの四季の元六景観アーチの石橋が、架けられ、1507年に完成した。この橋の上にも、 住居や商店があり、賑わいを見せるようになった。この住居は、パリで、初めてン地を与えられた。1660年、ルイ14世の王妃となるマリー・テレーズを称えるために、修理、改装された。その後1786年には不衛生であるという、理由で橋の上の住居が撤去された。1853年、それまでの基礎を利用し後景観の石像アーチ橋が、 かけられた。橋脚の両側は、お羊の頭の像で飾られていた。水難事故が多発したので、橋は、悪魔の橋と呼ばれるようになった。船を通りやすくするために、中央の三つのアーチを一つの構成アーチに置き換える。工事がすでに、ミラボー教とアレクサンドル三世教で実績のあった、ジャンレサルの指揮のもと行われ、1919年。 共和国大統領レーモンポアンカレによって除幕された。その後この橋は今日に至っている。三類橋アルコル橋のオートルダム橋、シャンジュ橋ポンヌフ。ありがとうございます。